くよです。葵だぜ。ねえねえ、YouTuber 事務所って所属するメリットあるの？なんだ急な質問だな。なんか最近の YouTuber って事務所に所属してる人多いじゃない？なんでそんなに事務所に入りたがるのかなって。少なからずメリットがあるからだろう。ただ事務所に所属したせいで闇の深いトラブルに巻き込まれる人も時にはいるんだ。というわけで今回は YouTuber 事務所が起こした闇を感じるトラブルを紹介するぜ。メリットの方も解説してくれると助かるわ。本題に入る前に聞きたいんだけど、YouTuber 事務所ってどんなことをしてるか知ってるか？ YouTuber を集めてその人たちからお金をもらってるのよね。そうなんだけど言い方が悪すぎるな。主な YouTuber 事務所の役割は、所属 YouTuber のマネジメント業務を行うことだ。例えば動画編集を代行したり、所属 YouTuber の宣伝活動をサポートしたり、イベントの企画運営をしてくれることもあるぜ。その代わりに事務所は YouTuber の収益の一部をもらっているんだ。それは YouTuber からしてもメリットは大きそうね。ああ、事務所ができる以前の YouTuber たちは企業との交渉やお金のやり取りの仕方がわからず、困っていたことが多かったらしく、そういった人たちにとって事務所はとてもありがたいものだったはずだ。特に学生から YouTube をやってて社会人経験がないって人たちにとっては必要不可欠かもしれないわね。今では YouTuber が事務所に所属しているということは一般的になっているが、その一方で事務所と YouTuber の間でトラブルが頻発するようになっているぜ。確かに大手事務所がトラブルを起こしたって話はよく聞くわね。というわけでここからは過去にトラブルを起こした闇の深い YouTuber 事務所を紹介するぜ。ついに本題ね。楽しみだわ。最初は YouTuber 事務所の定番、ウームだ。ヒカキンさんが作った事務所ね。ああ、YouTuber 事務所の先駆けとして2013年に設立して以来多くの大物 YouTuber と契約を交わしてきた日本の YouTuber 事務所を代表する事務所だ。多くの人は YouTuber 事務所といえば、ウームを思い浮かべるだろうな。そうね、それに結構クリーンなイメージがあるから闇なんて思い当たらないわ。まあ闇というかトラブルの話だ。最近で一番大きかったのは2020年に起きた連続退所騒動だろう。ああ、確かに一時期いろんな人が連続してウームを辞めてたわね。発端は2020年2月に大食い系 YouTuber の木下優香さんがウームを退所したことで、それ以降関根梨沙さんやエミリンさん、バンキさん、寿司ラーメンリクさんなど100万人以上の登録者を抱える YouTuber さんが相次いでウームを脱退したぜ。マネジメント料をもらって収益を上げてるウームからしたらかなり痛かったでしょうね。でもなんでこんな急に辞めちゃったの？原因は高額なマネジメント料だとされているぜ。というのもウームのマネジメント料は収益の 20% だから、年間1000万円を稼ぐ YouTuber さんは200万をマネジメント料として取られることになるんだ。しかも割合で取られるから稼げば稼ぐほど取られるお金は多くなるぜ。それでもそれ相応の仕事をしてれば辞めることはないと思うけど。それができてなかったんだ。当時のウームは所属 YouTuber を制御できていなかったために、マネジメント部門と広報部門が機能不全に陥っていたようなんだ。お金を稼いできてくれる YouTuber さんに会社側が強く出れなかったのかしらね。その状態がずるずる続いて不満が溜まって、2020年の大量退所につながったというわけだ。会社経営って難しいわね。さらにウームは2021年12月から約300組のクリエイターのうち70組の契約を解除しているんだ。この原因はウームが2021年に打ち出した事業戦略にあるぜ。所属 YouTuber が辞めたくなるような事業転換をしたの？まあそういうことだ。ウームはマネジメント対象のクリエイターをビジネスを競争できる、ポテンシャルが高いクリエイターと再定義し、それ以外のクリエイターをネットワーク契約に切り替えると発表したんだ。ちょっと情報が多くてわからなかったんだけど、ネットワーク契約って何？マネージャーをつけない代わりに月額500円でクリアスという動画用の素材や、収益管理ツールを提供するという契約形態だ。つまり稼げるクリエイター以外はマネジメント規模を縮小するよということだな。高額なマネジメント料は取られなくなるけど手厚いサポートを受けられなくなっちゃうのね。そうだ。2021年12月から大量の YouTuber がウームを脱退したのは時期的にこれが理由だろう。会社である以上無駄な支出を削って利益を求めるのは当然だが、これを言い渡されたクリエイターは実質解雇されたようなものだし、あまりいい気はしなかっただろうな。確かに70組以上が解雇されたって思うとかなり闇が深いわね。ウームの経営状況が心配だわ。次に紹介するのは2021年に設立されたキャリーオンという事務所だ。比較的新しい事務所だが、
気まぐれクックさんやブライアンさんなど超人気 YouTuber をはじめとした約40組が在籍しているぜ。その二人がいるだけですごく大きな事務所だってわかるわね。また過去には登録者約280万人を誇るチャンネルガードマンも所属していたが、2023年に税金をめぐるトラブルを起こして脱退騒動が起きたんだ。具体的にどんなトラブルだったの？ガードマンさんは事務所から紹介された税理士に税金関係の仕事を委託していたんだけど、実はその税理士が全く仕事をしていなくて突然4桁万円の延滞金を支払わなければならなくなったんだ。事務所から紹介された税理士がそれじゃもう事務所を信頼できなくなっちゃうわね。ガードマンさんの自宅と実家には国税局の査察が入り逮捕される可能性すらある中、税理士を紹介した張本人であるキャリーオンの社長である高田達樹さんは、コレクションの時計売っちゃえばいいじゃんという始末だったそうだぜ。ひっといわね、自分が紹介した税理士が原因なんだから反省すべきだわ。ガードマンさんは高田社長を家族のように慕っていただけにこれは聞いたようで、同年6月30日の動画で事務所の脱退を発表したんだ。またガードマンさんの不信感が波及したのか、同時にフクレナさん、夜の人笑いさん、ハンナリーズさんも脱退をするという脱退騒動に発展したぜ。まあ適当な事務所になんていたくないよね。この騒動に対してキャリーオンは声明を発表し、ガードマンさんの言い分が一部誤りであると主張した。税理士はちゃんと仕事をしていたが、高田社長がガードマンさんの領収書を預かり税理士に渡すということをしていたため会計業務が不透明になり、税理士が仕事をしていなかったと勘違いしたということらしい。じゃあ税理士はちゃんと仕事をしてたってこと？そういうことだ。延滞金を請求されたのは単純にガードマンさんが自分で納税をしていなかったのが原因だったんだぜ。なんじゃそりゃ。最終的にキャリーオン側は会計業務が不透明であったことを謝罪し、両者の和解が成立したぜ。ガードマンさんも自身の動画で自分が納税をしていなかったことを認め謝罪し、この騒動は決着したんだ。YouTuber は情報発信力が強い分こういう勘違いをされると怖いわね。YouTuber 事務所って予想以上に大変そうだわ。三つ目は2015年に設立されたバズという事務所だ。過去にヒカルさんやラファエルさんが所属していた事務所だぜ。聞いたことのある名前だと思ったらその二人が所属してた事務所ね。現在は YouTuber や TikToker など合計36名のマネジメントをしている事務所だ。そんなバズは2020年8月に元所属 YouTuber のネオさんとのトラブルが表に出て大炎上したんだ。どんなトラブルだったの？情報元はネオさんのお母さんが投稿したブログだ。そこには年間数千万の利益を上げているにもかかわらず、月の給料が30万円ほどしかない、マネージャーによる現場放棄や、嫌がらせ行為がひどいなどバズへの不満が記されていたんだ。数千万稼いで月給30万円って、それが本当ならウームなんて比にならないくらい。マネジメント料がバカ高いってことになるわね。またネオさんのお母さんは身に覚えのない契約書の存在も明かしており、前からバズ対処の意向を伝えている。未成年である子を騙していると事務所に対してかなり怒っているようだったぜ。実の娘が悪い大人に利用されてるなんて怒って当然だわ。このブログはネオさんが自身のツイッターで拡散したことで多くの人に読まれることになり、バズは批判にさらされることとなった。特にネオさんは全 SNS の合計登録者が500万人という大物インフルエンサーなだけに大きな騒動になっていたぜ。そんなに大きくなっちゃバズとしては何もしないわけにはいかないわね。ああ、バズはネオママのブログに関しましてという声明を自社のホームページで公開したぜ。ただ問題の具体的な説明はなく、ブログの内容は事実ではないと主張するだけだったため、炎上を抑えるほどの効果はなかったようだ。弁解するならさっきのキャリーオンみたいにちゃんと事実を説明しないとね。その後もネオさんは対処したと言っているのに、バズは対処を認めていないと主張するなど、両者は真っ向から対立する姿勢を見せていたぜ。結局ネオさんが正式にバズを脱退できたのは騒動が起きてから1年以上経った後だと考えられている。事務所にとって YouTuber は少し言い方が悪いけど金のなる木だからね。手放したくない気持ちもわかるけど、これはさすがにひどすぎるわ。バズはこの騒動以前にも2017年のバユー騒動や2019年の若ニャンさんによる給料未払い、事務所内いじめの告発などでたびたび炎上している事務所だ。炎上系の話が好きな人は今後も要チェックだぜ。最近はあんまり名前を聞かないから落ち着いてると信じたいわね。四つ目は韓国のテレビ番組や映画の制作、タレント事務所などで有名な CJ&M が運営している YouTuber 事務所ダイア TV だ。韓国関係の情報を発信している日本人インフルエンサーも所属しているぜ。韓国の YouTuber 事務所なんて初めて聞いたわ。
まあ普通他国の YouTuber を見ることはあってもその人の事務所を知ることなんてないと思うし仕方ないぜ。韓国のアイドル事務所はなかなか闇が深いって話だし YouTuber 事務所もかなりヤバそうね。ダイヤ TV とのトラブルに巻き込まれたのは YouTuber のヒョクさんだ。彼は韓国コスメを紹介する。日本向けの動画で人気を集め現在登録者50万人を誇っているぜ。あら、イケメンじゃない。ヒョクさんは2017年からダイヤ TV に所属していたんだけど、2021年5月に急に契約を解除されてしまったらしいんだ。急にってリストラみたいな感じ？まさにそんな感じだ。事前連絡は全くなし予定していた仕事がいきなり全てキャンセルになって、何の説明もなくラジオの冠番組もなくなっていたそうだ。中には現場に向かう電車の中で終了を知らされた仕事もあるという話だ。やばすぎない？何かしらの法律に抵触しそうなくらい急な契約解除ね。なんでそんなことになったのかしら。ヒョクさんは円満退社、円満解約だと説明していたが事実は不明だ。日本と韓国は事情も、法律も違うからもしかしたらこういう契約解除が一般的なのかもしれないぜ。そうかもしれないけど、こうも急な契約解除だと業界の闇を感じざるを得ないわ。ただヒョクさんは新しい事務所に所属して今まで通りの活動をしているし2022年2月には、リーミンロクとして2年ぶりにシングル曲をリリースしているから、ダイヤ TV を脱退したことはそこまでデメリットになっていないようだぜ。それは良かったわ。ヒョクさんには無責任な事務所に負けずに頑張ってほしいわね。最後はススル TV さんやブレイクスルー佐々木さんなど100万人超えの YouTuber が、多数所属する大手事務所キーだ。ここも聞いたことあるわ。ブライアンさんが昔所属してなかったっけ？ああ、あと気まぐれクックさんやガードマンさんも昔所属してたぜ。キャリーオン社長の高田いつきさんは2021年3月までキーの社長を務めていたから、キャリーオンには元キー所属の YouTuber が多く所属してるんだ。事務所が2つに割れた感じなのね。そうだ。そして今回紹介するトラブルは事務所が2つに割れた経緯が関わっているぜ。というのも当時社長の高田さんは2021年3月に行われた臨時株主総会で即日解雇という処分を受けているんだ。社長を即日解雇って聞いたこともないんだけど、一体何をやらかしたらそうなるの？高田さんは関係者間において片方には利益があるけどもう片方には不利益になる行為である利益相反行為をしたとして解雇されたんだ。高田さんは当時人材紹介業や広告代理店業をしていたんだけど、それがキーの筆頭株主が経営している会社にとって不利益になっていたらしいぜ。キーの社長だった高田さんと筆頭株主だった人っていう関係の中でその利益相反行為ってやつが確認されたから辞めさせられたのね。そういうことだ。ちなみに社長は株主総会において株主の3分の2以上の賛成が得られれば解雇できるぜ。へえ、知らなかったわ。と、これで終わればよかったんだけどここから所属 YouTuber の大量対処問題に発展することになるぜ。社長一人辞めるだけで対処騒動になるの？ああ、当時のキーには高田さんの人柄に惹かれて所属を決めた YouTuber がたくさんいたんだ。その人たちが事務所に不信感を募らせ、気まぐれクックさんやガードマンさんをはじめとした30組以上の YouTuber が対処するという大騒動になったぜ。むちゃくちゃ慕われていたのね。確かに高田さんがいるからキーに入ったって人からしたら社長解雇なんてたまったもんじゃないわよね。ただキーとしてはそんなに大量に辞められると困るわけで、声明では対処を表明したクリエイターたちには契約期間が残ってるから合意してないと主張したんだ。その一方で契約のことを考えて前もって対処を伝えていたのにはぐらかされて時間を稼がれたと主張している人もいるぜ。それはキーが YouTuber を手放したくないって思ってるように感じるわね。しかし2021年9月30日にキーが発表した声明にて、対処を表明していた YouTuber たちが、正式に対処したことが明らかになったぜ。その後高田さんはキャリーオンを立ち上げ、この事件で対処した YouTuber たちを所属させたんだ。収まるところに収まった感じね。対処したいって言ってた人たちが無事対処できてよかったわ。といった感じで今回は YouTuber 事務所が起こした闇を感じるトラブルを紹介したぜ。YouTuber って職業自体まだまだ歴史が浅いから事務所側が扱いに苦労してそうね。それはあるだろうな。とはいえウームができてすでに10年が経過しているから、そこそこノウハウが蓄積されてると思うぜ。それを活かして今後こういったトラブルが減っていくといいわね。というわけで今回はここまでだ。YouTuber 関連の動画は以前からたくさん上げてるから、そっちも合わせてみてくれよな。それでは、ご視聴ありがとうございました。